い、皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張りたいと思います。思います。これが DT タイム、覚えてな、しっかり思います。広めてな、はい。ということで、まあ、今回、まあ、リクに来てもらってるわけだけど、はい、今日リク散髪行ってきたよね。あ、そうですね、ほんと今してきたところです。そうで、まあ俺もいつもお世話になってる、お世話になってるね、リリーというお店が松江にあるんですけど、はい、まあそのリリーに、まあ、俺、リク、翔太、せいや、はい、選手がね、何かお世話になってるお店があるんですよ、はい。まあそのリリーに明日翔太が行くということで、はい、ちょっと噂を嗅ぎつけまして、そう、噂を嗅ぎつけまして、で、翔太といえばあの髪型、そう、ストレートのね、多分今ここら辺にリクの横ら辺にそう写真がボンって出てるかもしれない、はい、ストレートのね、かわいい、そう、かわいい目の翔太のね、あの髪型があるんですけど、まあ、リリーの店長からですね、あの翔太に話がありまして、まあ、なんと翔太今回大きくですねイメチェンをすると。そう、イメチェンをするということでなんと可愛い翔太からかっこいい翔太になる、かっこかわいいみたいな ねとこありますよね。そのかっこかわいい翔太をもう思いっきりかっこよくさせてほしいと、イメチェンしようということで。本当に想像つかない、な、俺も分からへん、どうなるか。出会った時坊主かあれかみたいな感じ、そう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 、だからそれがまあ変わるということで、その今回、まあ今日撮影をしての明日、翔太はね、あのカットの予約を入ってるんですけど、はい、まあ明日なんと DT 挨拶回りで撮影に行けないということで、このカメラをリクに託して、はい、超超重役を任されてリクに託してやってまいりまして、ビフォーアフターと、はい、翔太の感想と、はい、ちょっと撮ってきてもらおうかな、僕のナレーション含めね。そう、リクがこのカメラ回しながら後ろで喋るという、はい、まあ今日鍋さんとも店長の方とも、うん、事前にどんな感じにするの、翔太さんにもちょっと心境を聞いて、うん、っていう感じ。そうやね、もうこれは翔太ファンからしたら、つや姫からしたらもう、まあ、絶対に、うん、みんな思ってましたよね。いや、僕はずっと言ってたんですよ、うん、今でも確かにかっこいい、今でも確かにかっこいいですよ、もっと、うん、おしゃれしたら絶対もっとモテますってずっと言ってたんですよ。間接的にだブスって言ってるってことでいい、やばい、今 YouTube 怖い、これ編集される僕けど翔さんが、いやなんかけどしたいけどねみたいな、わかんないんだよねみたいな、なるほど、ね、だから、うん、だから明日僕もなんならめっちゃ楽しみです。でも翔太の完成度はもうイメージできてると、あ、僕の中でできてる、まあまあまあこうな、まあそうですね、めっちゃ楽しみやねんけど俺。ってことはファン館で見れるってことだよね、みんな。あ、そうです、そうです、イメチェン。だからファン館でお披露目して、その後に実はこういうストーリーがありましたっていうので、多分これが流れると思うから、確かに確かに、まあめちゃめちゃ楽しみな企画ですよ、うん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 、まつや姫にはたまらん企画やな、間違いないね。あ、つや姫全員これと動画だけ見るんじゃなくて、ちゃんとチャンネル登録してってな、頼むでそれでは早速、まあ明日リリーでね、撮ってきてくれるということで、任せてください。明日までジャンプしたいと思います、はい、行きます、せーの、よいしょー、で、やってきました、これ、リリーです。今から、ショースさんの、イメチェン企画、動画撮っていきたいと思います。皆さん、お楽しみに。そうですね、今回どんな感じなんですかね、なんか鍋さんのイメージ、教えてもらっていいですか。イメージ的には、ちょっとだから、ほんと変えたくて、はい、確かに今、ちょっとストレートっすもんね、ショースさん。そうそう、伸びたっすね、めっちゃシーズン終わって、伸びたな、シーズン終わってめっちゃ伸びたっすね。3週間ぐらい気に入ってないかも。何すか、イメージでもこっち、なるほど、もうこっちに持っていけたらいいかなとは思ってる。今もマッシュはマッシュでしょ、今はマッシュはマッシュなんだけど、だからこの動きを出せるかなと。俺的にあの B リーグの髪型変わった選手に乗せたい。なるほど、乗りたい、あれね、うん、絶対乗るじゃないですか、それは。翔さんイメージ強いし、さっきの感じだったら昨シーズンなんかセットはしなくていいのですか。あれでも、いや、セットはしてほしいけど、もともとだってずっとセットはしてるやん。どんな感じのセットにするんですか、あれ。いや、もちろんしてるけど、めっちゃストレートじゃないですか。さっきまでずっと直毛に当ててるからね、これ。
だ簡単に言ったら、まあ、あのもう一回まっすぐにしたものを曲げるっていうのが曲げる難しくって。なるほど。多分翔さんより僕の方が楽しみにしてるっすよ。髪、うん、リクが処置したもんな。それずっと言ってたじゃないですか。昨日見てたものと同じ、はい、ずっと髪型変えた方がいいです。絶対みたいにした方がもっとモテるって。そう、もっとモテる。そう、もっとモテる。もっとモテる。本当に今以上にモテる。そう、絶対そう。これモテてるかな。わかんないんだよ俺。そういう方は YouTube でみんなコメントでこれ以上モテちゃ嫌だって、あの、ツヤ姫でしたっけ。ツヤ姫だな。はい、セイヤみたいな、作らないな、ファンクラブみたいな、うん、そういうのはないですか。え、自分でやったらいいよ。いけるっすかね、サロン的な。あ、なんかそのインスタに載るやつね。そう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 。ある意味、ある意味ビフォー。ご心境の方どうぞ。非常にワクワクしています。あの、セイヤさんとかね、あのリクとかに髪型変えた方がいいと、あの、言われてきたので。いや、その、いい意味でね。いい意味でね。いい意味で僕は言ってたんですけど、セイヤさんも絶対そう。まあ、リクに関してはちょっと分かんなくて。いやいや、全然これ以上この人は、あの、髪型変えた方がもっとモテるとか言われたから。そうそうそう、絶対モテ、これ今まで以上にモテちゃうから。ちょっと分かんないですけど、はい、変えてみて、はい、でもナメさんにお任せして、はい、新しい自分をみんなにお見せできたらなと思います。もともとあんまりでも髪の毛に興味なかったの。そんなに なかったです。もう全部あのお任せでした。沖縄の時とかもうもうだから坊主の時とかずっとあれだったんですか。もう別にそんな気にも留めないし、もう坊主でいっかみたいな、このまま。そうだね。まあカナダから帰ってきた時は、はい、あのほらカナダってほら髪切るところも正直最初分かんないじゃん、はい、坊主で行った方が短い方がさ、はい、お金もかかんないし、はい、なるほど。そうそうそう、早くあれだから、はい、で東京入ってからも坊主だったんだけど、はい、なんかお寿司屋さんが髪ちょっと伸ばしたらいいんじゃないっていう話して、はい、で紹介してもらって BTS とかさ。なるほど。そういう系の髪してみたかったから人生で、はいはい、やったことないし、はい、しかも直毛だし、はい、髪伸ばして、なんかストレートパーマ当てたらできるかもって言われて。なるほど。そっからかな、髪伸ばし始めた。え、あの試合の時のセットは、もう 楽さがゆえにあの分け方にしたんですか。そう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 、最初真ん中だったんだよ、はい、センター分けみたいな。センター分けだったんだけど微妙だなと思って、ちょっとずらそうと思って、ずらして、ずらして。でもそっから正直髪型定まらなくて、はい、感じかな。でも固めたかったの、この前髪は邪魔になりたかったから。まあそうですよね、バスケの時は。確かに。これ以上モテちゃうんですか。褒めても褒めてもお前。やっぱ1000円超えたいよね、やっぱ。うーん。トータルで聖さんを超えたらすごいよな。誰が一番、なんかな、誰が一番モテるの正直。 B リーグ界一番かっこいいとかってなったら、かっこいいとかモテるとかだったら比江島さんとかじゃない。あー、そうですね。身長あって、あ、顔とかも顔も含めたら、あとどうですか、田中大輝さんとかさ。確かに。あー、そう、なんかね、かやっぱ背が高くてスラーってしてて、比江島さんテーブスとかじゃない。確かに。あか、本当に。イケメンけども、イケメンとかってなったら、うん、イケメン枠だね。でもけども、バスケット選手基本やっぱ身長あって体もごついから、うん、それ一般男性に比べたらモテますよね。それ。そんな気がする。清潔感あるし、やっぱ運動してるから。結構やっぱみんな脱毛してる人も多くない。そうですね。うん、でも今どきみんなほぼみんなしてますね。あ、ナベさんやってるんですか。皆さん、ぜひ。そうですか、うん、あ、でも紹介でしたっけ、会員でしたっけ。男性は一応紹介、紹介だ。まあでも僕からの紹介で、全然男性は。へぇ、うん、え、ショースさんも行ってるし、大地さんも行ってるって言ったけど、みんな別々のとこですか。みんな別だね。いつも
ショスさんの肌が綺麗っていう、話題になるじゃないですか。スキンケア何してるか言った方がいいんじゃないですか。須山ショタン、スキンケア紹介。それはね、ナベさんのインスタライブで言う。ここでは言えない。 DK タイムズじゃ言わない。 DK タイムズじゃ言わない。残念でした、大地さん、無理でした。ちなみにまた新しくスキンケア、はい、スキンケアっていうか、あれ飲んでる、これですか。おー、そう、もちろん美肌成分もいいし、おすすめです。じゃあ楽っすね、これ3粒飲むだけでいいし。ナベさん、これあれなんですよね、美容師の方が作ったんですよね。そう、美容師が作ったサプリ。これマジで飲んでますか、僕。髪見ろ。マジで3袋買ってくれた。マジで3袋持ってるか。8種類ぐらいスキンケア使うから。ガチで言ってます、うん、みんな多分あれでしょ、洗顔、洗顔して、化粧水、化粧水でしょ。まあそうですね、8種類ぐらい。何挟むんですか、導入化粧水みたいな。ナベさんのインスタライブで、インスタライブでさすがに今これはこれだけ持って、ダメだ、DT タイムズじゃ言ってくれないと言わないです。でも普段からやってることは、水をたくさん飲むって言いますもんね、それ、うん、やっぱお水飲んでるんだ。水は飲みますね、乾燥しやすいんだよ、僕。ショッサもスキンケア商品出したらいいんじゃないですか。そう、今それ考えてるんで。本当に、うん、本当に、うん、本当。俺昨日さ、はい、脱毛行ったんだけどさ、はい、もう少しちょっと肌の勉強しようと思ってさ、はい、そっから意見交換じゃないけどさ、はい、そういうのし合ってる、はい、絶対いいと思う。今こんな感じです、経過。前髪もこれでいいかもね。かかわいい、かわいい。あ、今のアドト、アドト警察入ります。アドト警察入ります。今アドト警察入ります。こんな感じですね、今は出ます。じゃあまた後ほど。そうっすね。では、パーマを終え、セットも完了した津山翔太選手は行きます。はい、3、2、1。じゃーん、じゃーん。どうですか。ちょっと待って、逆光で。あ、こんな感じです。いい感じかな。どうですか、皆さん。どうですか、ナベさん。つや姫かっこいいっしょ。めちゃめちゃいい、マジで。ナベさんに新しくしてもらって、はい、なんか気持ちが新しいね。どうですか、その今の感想。めちゃめちゃ気持ちが新しい。新しい、新しい自分。めちゃめちゃいい。でも津山翔太じゃない。そうじゃない。新しい津山翔太。そう、新しい津山翔太。なんやお前。いやもうこれはいいっしょ。そうですね、ちょっと需要あったっしょ、これ、ね、からまだ自分自身見慣れないですけど、はい、これから毎日スタイリングしてもらって、皆さんにがどう思うか分かんないですけど、ちょっと、はい、まずは慣れるように見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあそれではまた。